日本人でたらこ唇、あの顔の濃さと、まあ、ちょっと色っぽさ不気味さ、うん、貫禄とかって本当に大沢たかおさん以外はできる人がいないんで、これも協会と同じくですね、これがベストな選択だろうとは僕は正直思います。実写では確かにね、結構ね比べるとまあまあ似てるのよ。過去にね芸人のさ平成のぶしこぶしの吉村が王子のコスプレしてて、これもまあ良かったよね。さっきちょっと出てきたよ、うん、すごい安っぽいというか、顔はね顔すげえ似てんのよ。もうちょっとだけあの顔おもながにしたらギュッとしてるからね。そうそうそう、中心に寄ってんだよ眉毛とか目とかが。顔の濃さはもういい感じだよ、うん、体型とかね、体格タッパとか考えたら大沢たかおの方がいいよ。